80年戦争、80年戦争、80年戦争は、1568年から1648年にかけて、1609年から1621年までの12年間の、急戦を挟む、ネーデルラント諸州がスペインに対して、反乱を起こした戦争。これをきっかけに、後のオランダが誕生したため、オランダ独立戦争と呼ばれることもある。 この反乱の結果として、ネーデルラント17州の北部7州は、ネーデルラント連邦共和国として独立することなった。北部7州は、1581年に、スペイン国王フェリペ2世の統治権を否認し、1648年のベスト・ファーレン条約によって、独立を承認された。15世紀に、ネーデルラント、現在のベネルクスは、ブルゴーニュ公国の一部となる。 ウルゴーニュでオネーデルラント。この頃のネーデルラントは毛織物生産により、経済的先進地となり、ヘント、ガン、アントウェルペンなどの富裕な都市を生み出している。しかし1477年に、ウルゴーニュのシャルルゴー単が戦死すると、一人娘のマリー女皇は、後の神聖ローマ皇帝マクシメリアンよと結婚し、ネーデルラント地域は、ハプスブルク家の所領となった。 神聖ローマ皇帝カール5世は、ネーデルラント17州すべての主権者として、先制政治を行い、カール5世退位後ハップスブルク領が、オーストリア系とスペイン系に分かれると、ネーデルラントは、スペインの支配下に入った。カール5世の統治時代、ネーデルラント17州は徐々に、経済的自由を失っていった。さらに、17州にはプロテスタントが伝わり、普及していったために、 異端審問が行われるようになった。スペイン国王の使者による暴力と権力の乱用は、迫害されたプロテスタント教徒だけでなく、カトリック教徒との間にも、緊張状態を生み出していった。1556年、カール5世は、息子のフェリッペ2世に、スペイン王位を譲位した。カール5世の知性は、そのかったる政策にもかかわらず、ネーデルラントの社会変革や、 宗教改革の影響を受けた。それでも、カール5世はネーデルラントで生まれ育ったために、フラマン語、フランス語、スペイン語を流暢に話し、ドイツ語も少し話すことができたが、フェリペ2世はスペインで育ったために、フラマン語もフランス語も話すことができなかった。フェリペ2世の知性化では、増税やカルバン主義の拡大、中央集権の強化によって、緊張状態が強まっていった。さらに、 フェリッペ二世の妥協しない姿勢によって、緊張状態は、独立戦争へと向かっていくこととなる。ネーデルラントにおいて揺るぎない行政と王権への忠誠を確立するために、フェリッペ二世は、貴族の代表を、ネーデルラント十七州の北部を統治する三部会に、招聘した。また、フェリッペ二世は、イボアネで、フラマン語とフランス語を話すことができる。 パルマ公妃マルゲリータを総督に指名し、アントワールド・グランベルを、その補佐に任命した。しかし、1558年を境にして三部会は、フェリペ2世の要求を拒み始めるようになり、新たな課税を否決し、スペイン軍の撤退を求めるなどした。フェリペ2世に対する抗議は、その後、グランベルの政策に対する抗議へと変わっていった。ネーデルラントでは、 プロテスタントのカルバン派などが広まっていたが、カトリックのスペイン王フェリペ2世は、フェルナンド・アルバレス・デトレードをして、異端審問を実施、プロテスタントを弾圧させた。このため、ネーデルラント諸州は1568年、有力貴族オラニエコー・ウィルム1世、1533年から1584年を先頭に、スペインに対する反乱を起こした。 1573年から1574年。1576年11月4日にが起きた後、11月8日にが締結されて、カトリックとプロテスタントの融和が図られたが、1579年には北部7州でユトレヒト同盟が結ばれ、スペインとの対決姿勢を見せた。南部の州はカトリック派のパルマ港、アレッサンドロ・ファルネーゼに制圧されていき、 1585年にアントウェルペンが陥落した。南ネーデルラントはカトリックの勢力が強く、スペインの支配下に止まることになった、おおよそ現在のベルギー、ルクセンブルク。一方、オラニエコー・ウィレムもスペインによって暗殺されるが、1584年、1581年、プロテスタント側はフェリペ二世の統治権を否認する布告を出した。 1600年頃までに北部7州はネーデルラント連邦共和国として実質的に独立を果たした。共和国が成立してもスペインとの戦争は終わらなかった。ネーデルラント連邦共和国は1602年連合東インド会社、オランダ東インド会社を設立してアジアに進出し、ポルトガル1580年からスペインと同訓連合との 1602年から1663年で高新量貿易を奪取して世界の海に羽を唱えた。このため貿易の富がアムステルダムに流入して17世紀の共和国は黄金時代を迎えることとなる。1609年にはスペインとのが結ばれた。オランダの工業力はイギリスと熾烈な競争を展開した。完全な加工貿易国として 原料が自給できない欠点を補って、あまりあるオールマイティーな技術力を持っていた。船舶、風車が特に有名であるが、ヨグノウ資本を集中投下したマニュファクチャーは、日本のそれが及びもつかない水準であった。それは、農耕一体の染色業だった。オランダの土壌は、工作に不向きであったので、麻、ホップ、果実などが栽培された。園芸作物として、 チューリップが育てられ、後にチューリップバーブルを引き起こすまでにもてはやされた。他にも鮮やかな色のついたおびただしい作物が育てられた。十六から十七世紀、オランダの染料は国際市場で無敵だった。1614年、イギリスのジェームズ一世は産業保護のため白根の輸出を禁じたが、オランダはイギリス島で染色された布をボイコットした。ジェームズ一世は、 未染色の羊毛まで輸出を禁じたが、3年以上も輸出額が2、3となってしまい、1617年に解禁せざるを得なくなった。オランダの毛織物染色技術は47%の付加価値でなおこれだけの競争力を維持したのである。近代の IG、ファルベンにつながる染色業のルーツであった。ドルト会議、1618年から1619年。 で、レモンストラント派の意見が退けられた。1621年に停戦が終わると、独立戦争はヨーロッパ全体を巻き込んだ30年戦争、1618年から1648年にもつれ込んだ。30年戦争でブレダは、スペイン軍に二度にわたり蹂躙された。1624年から1625年、ロス・バルバセスコを アンブロジオ・スピノラ率いるスペイン軍が侵攻し、オラニエコー・マウリッツ率いるオランダ軍が守るブレダを包囲した。有名なディエゴ・ベラスケスの名画、ブレダの会場には、工場戦を指揮したアンブロジオ・スピノラに、ブレダ守備隊の司令官であった、オラニエコー・イデレム一世の諸子が、縄文の鍵を渡して、スペインに降伏する場面が描かれている。1637年、オラニエコー。 フレデリック・ヘンドリックによるによってブレダは解放された。マールテントロンプ率いるオランダ海軍は1639年2月にでスペイン艦隊を破り、同年10月ので上陸軍を含むスペイン・ポルトガルの大艦隊を撃破した。1648年30年戦争を終結させたベスト・ファーレン条約でブレダは正式に ネーデルラント連邦共和国に加わったベストファーレン条約の一部であるでスペインはネーデルラント連邦共和の独立を正式に承認しようやく80年にわたる戦争が終結した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。